はい、これキリッツ、はい、注目レイ注目してです。お願いします。お願いします。はい、お願いします。私、新井先生は先日中学校の方に教育実習に行ったんだけども、そこで一つ疑問が生じました。中学校のテスト、俺ら満点取れるのかな。はい、それではどっちだから今日君たちに音楽のテストを取ってもらおうと思って期末試験をね作ってきました。はい、それでは、テスト配りますね。裏返しにして本当にそれでいいの？本当にそれで上がるよ本当にそれで上がるよ動画。それでは、テスト問題配りますので、はじめというまでは裏返しておいてくださいね。はいはい、それでは始めてくださいよ。いいよ。はいよ。カメラの前。ちょっと待ってって、一問目お前ふざけんなマジでお前。わかるわけないじゃん。まあね、中学のテストだからね。あ、君たちはもう大学生なわけだし、君たちはもう音楽大学というね専門的な大学に通ってるわけやから、中学のテストは100点取れて当たり前。結構自信ある。何点満点でしたっけ。74点満点。当たり前だろお前。74点満点お前74点満点に決まってるだろお前。2位の発表これどうする。20点やばい。結構緊張するって。え、緊張する。いや結構緊張する。あ、バラ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 。ギャダです。はい、何点。28点です。やばい。え、74点満点。74点満点で2位が28点。そう、28点。結構自信ある。やばい、結構自信ある。やばい、やばすぎやろ。え、やば。え、俺厳しいって。1位。いや俺絶対捨てたじゃん。ちょっともう分かるもん。いいフラグ立ってるよ。いやバグやったー。だよねー。すげえ。47点。すごいよ。君は26点。僅差やって。僅差じゃん。そうそう、キンキンの僅差なんですよね。え、じゃあミヤすごいな。すごいな。はい、それでは1番からいきます。こんなんどうやって当てんの。やるね。というか、ここ全部 P でお願いしますね。天地明るく光は満ちてですね。天地明るく光は満ちて。7文字です。7文字なんだ。そうなんだ。光は満ちて。でもそうだ、見て、だって7775だもん。そうです。7775。ほんとだ。天地明るく光は満ちてって歌います。どういうリズム。天地明るく。あ、そんな遅いんだ。光は満ちて。天地明るく。誰も思いつかないでしょ。何明るく。で、それでは、今滝蓮太郎ですね。はい、全然書けませんでした。全員ひらがな。全員ひらがな。最近たちは国語力もありません。はい、それでは2番のカッコ1。春のうららの隅田川のうららの意味。はい、キャタ君なんですか。ひらひら。ひらひら、違いますね。違うね。空が晴れて日が柔らかくのどかに照っている様。照っているって何。もうキラキラしんない。いやでもさ、一つ言わせてほしいのはさ、これに関しては音楽のテストじゃなくて国語のテスト。確かに。いやでも出るよな。出る。中学は出る。いやお前はフォローすんな。じゃあカッコ2番。はい、はい、これ当たりました僕。そうです。はい、キャタ君なんて書きましたか。貝。はい、この人。はい、この人は正解なんですか。宮川君。オールです。そうです。あの船を漕ぐこれです。なんとなく徹夜ではないです。すげえ。カッコ3番、中くらいの速度で速さでって書いてありますけど、え、それモデラートなんだよね。そうですね、モデラート。なんかちょっとアレグロ要素を言ってほしかったですね。まあ、
そう、速さでって速いっていう感じが入ってるけど、いや違う、でもさ、だからアレグロモデラートって俺らさ、わざわざ和訳しないから、ね、考えないじゃん、こんぐらいっていうアレグロモデラートとしても捉えてるから、はい、言い訳をしております。はい、言い訳をしております。言い訳でしかない、言い訳でしかない。3番いきますね。3番カッコ1、これは誰ですか、全員やってましたか。イバルディ、はい、イバルディですね。はい、これは私が教育実習でやった範囲になります。あ、そうだ。はい、じゃあ2つ目、これは誰ですか。せーの、ラベル。あれ、ショパン。ショパンなわけ、フランス、フランスやん。分からんかって。でも左手のためのでも、俺左手のためのそれでも分かった。左手なんかショパン書いたっぽかったよなと思って。書いてません、書いてないでしょ。次はこれは誰ですか。はい、はい、どうぞ。ダン・イクマン。はい、ピンポンです。知らねえ。この人も我々のね、先輩ですか。そう、芸大のユーズ書いた人。そうです。いや、これは無理。アルトリコーダー、はい、あれこれ、え、合ってる人いるの。一緒、はい、音符記号がありません。いや、でうわー、違う、俺書いたんよ。俺書いたんよ。それはだるい。いや、なんですか、これ歌ってみてください。いや、マジでね、これとこれ歌ってみてください。はい、6番、それぞれの用語について。これがね、一番緊張した。いや、これね、もう本当に何もできない、めっちゃむずい。で、1問目は、だからまあ主題や戦術学をまあ追いかけるようにみたいなことが出てればね、うん、それ言うとさ、臨床と何が違うの。そうなんだよ、だから俺がカノンとね、カノンと、でもそれは中学校なんだろうね。確かに、2助波球。2番、雅楽における3つの楽章、うん、1つ目が雅楽なんだ。お前、エヴァンゲリオンって書いて、おことの何かっておかしいんだよ。これエヴァンゲリオン知ってる。エヴァンゲリオンの映画、ジョとハとキューなんだよ。あ、そうなんだ。ここから撮って、へぇ、なるほどね。難しかった、難しかった。いや、俺がだから63点ってことでしょ。注釈言うと、この人たち解けなさそうだなっていうことだけやってる。あ、まあちょっと難しいな。だってでも中学校のテストで63点取ったら結構へこむの、うん、いや俺35点。そうだよ、63点取ってないから。まず取ってないけど。中学校の音楽のテストで俺99点取って、マジで全然こ、しかもなんかね、俺ね、あの全然いいが何だったか聞いてない。まあいい問題だった。いい問題だ。難しめに作ったっていうのありますよね。ありがとうございました。ありがとうございます。